一心の病やはり重いようじゃ、うん、たとえ源一郎が俺としてしどなだ罪を買った。やはりお主には。よし、これは芦名流じゃ。流派という手も片ただねず。
本当にあれを一度。 狼戸司祭はあれでは、またそれ死のどれこの仕掛けで死んつぐすつぐから使え。 すぐ使え。 Thank you.
目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。武士殿、はい、竜士クリク、その死すしはま、海戦理解、また海、では、ま、
ありがたい。何？はい。うん、おーと、はい。先へ行くのは恐ろしい。種ならこれをわずか。フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。お嬢殿。さてな、まどわば死ぬぞ、せがれ。
やるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻に惑え。楽しんでおくれ、せがれ殿。存外にやるものだな、希望のせがれよ。やるじゃないか、せがれ殿。
血と共に生きてくれ。
お前さんも逃げ。武士、いあいにくと竜がいごときで死にはせん。何をしている？ああ、竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか？竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。